め監督が率いる日本代表、FIFA ランキング18位は9月10日、アウェーで行われた2026年北中米ワールドカップ、W 杯アジア最終予選の第2戦でバーレーン、同80位と対戦し、5対0と勝利を収めた。フォワード上田綾瀬が PK を蹴る前に観客席からレーザーポインターが当てられ、妨害された事象について、 森保監督は試合後の会見で止めていただきたいと苦言を呈した。実際の映像、相手サポーターがレーザーポインターで妨害、フォワード上田綾瀬の PK 先制シーン最終予選の初戦で中国相手に7対0と快勝している日本はアウェーバーレーンに乗り込んだ。試合は日本がボールを保持するも攻めあぐねいている中、相手のハンドにより PK を獲得。フォワード上田綺世が PK スポットに立つと、 観客席からは顔をめがけてレーザーポインターを当てられた。それでも上田は冷静に決め切った。1対0で折り返した後半に伊藤淳也を入れるなど、前線を活性化させると、立ち上がりに上田が2点目を決める。さらに MF 森田秀正も2点を加え、途中出場のフォワード小川幸樹もダメ押しゴールを決めて後のゼロとした。そんな中、TK の際の上田のメモと、 コーナーキックの場面では MF 同案率に向けてレーザーポインターが当てられ、SNS 上ではファンから苦言が寄せられていた中、試合後の会見で森保監督は苦言を呈した。まずは国によって文化、価値観が違うのは多様性の受け入れていきたい。今日の試合であればお互いの国家の時ブーイングすることであったり、試合中の選手のプレーを妨害するような、 もしかしたら目に当たったりした時に選手の彼らにも害があるようなことはできるならやめていただきたいなと思います。バーレーンチームが非常にフェアなチームでしたので、サポーターの皆さんもチームのように、日本は過去、2013年3月27日の W 杯最終予選ヨルダン戦で GK 川島英二や MF 遠藤康人らセットプレーの際に緑色の光線を当てられていた。